イーグルマラブーストリーマーを巻きます。イーグルマラブーというのは独特の質感で、今はなかなか手に入りにくくなってますが、非常に丈夫で、いい動きをします。中禅寺湖では続けて4匹本マスを1本の針でですね、続けて釣ったことがあります。手返しよく釣ればそういうふうな釣果も望めるフライです。それではタイミングに入ります。フックですが、ガマカツの S114L、 今回は撮影のため6番を使ってますが、通常は8番ぐらいがベストサイズです。スレッドは60ダンビルです。粗めにファンデーションします。テールですが、コンドルマラブ、イーグルマラブ、コンドルマラブって言いますけど、こういった部分ですね、このツンツンしたこういう部分ですね、この辺の部分をテールとして使います。本数は10本弱ぐらいですね。このぐらいのものを使います。軽く引っ張りますね。長めにつけて引っ張るというのは均等につきます。まっすぐつきます。これは大切なテクニックだと思います。長さはこのぐらいでいいと思います。それで、一度こちらまで巻いて戻します。で、アンダーボディとオーバーボディがあります。アンダーボディは普通のシルバーティンセルでも構わないんですけど、シルバーエンボスティンセル、デコボコ、ウロコ模様がついてるんですね。エンボスティンセルで今回は巻いてみます。パールティンセルのものでも構いません。ゴールドでも構いませんし、いろんな色で、試していただくといいと思います。巻き始めをしっかり巻きましょう。アンダーボディなので少し隙間が空いてるとか、その辺はあまり気にしなくてもいいですが、しっかり巻き込んでください。緩く巻きますとずっこけてしまいますので、しっかり巻いてください。大体このぐらいまで巻いたら、ここでカットしてしまいます。そして一度スレッドを後ろに戻します。次にダビング剤です。ダビング剤はですね、いろんなダビング剤がありますが、フラッシャブが入ったような こういったダビング剤ですね。これは今流行りの UV っていうやつですかね。ウルトラバイオレット、アイスブルーですね、紫色に輝く、今回これを使います。こういうファイバーですね、こういったものに好みでシールスファーやポーラーベアのアンダーファー、こういったものを混ぜてもいいと思います。ダビングですが、少しずつダビングしていきます。後で少しかき出すものなので多めにつけておいてください。多いものは少なくできますが、少ないものは多くできません。髪の毛なんかと同じですね。まずここまでで大まかなボディは出来上がりました。ここでかき出しますね。軽く、かき出します。私はこのかき出しがね、結構好きなんですけど、やはり本物らしいというか、そういうのはかき出したボディの方がいいですね。こういった形です。良さそうに見えますけど、実際水に入りますと透き通ります。ですからアンダーボディが必要なんです。これは水に入れますと透き通っちゃいます。ですからアンダーボディ必要です。でここまで来たら、ウイングを一箇所につけるんではなくて何回かに分けてつけます。この部分ですね。でウイングとして使う部分はこういう部分使ってもいいんですけど、どちらかというとツンツンしたもの、この上の方、この辺ですね、この辺の部分の方が私は、気に入って使ってます。この辺の部分、同じところをまず
10本ぐらいですね、10本ぐらい切り取ってつけます。そして次にまたダビング剤ですね。このダビング剤を巻きます。いわゆるマラブマツカのようなスタイルになりますかね。そういったスタイルになるかと思います。でまたこれの続きですね。同じところからこのように切り出していきますと、同じあのフェザーです。同じ鳥ですから。ちょっとこれひどいですね。つながりが良くなるというか、馴染みが良くなります。ですね。ちょっと多めに取りましたけど、これをつけます。ストリーマーとしてはちょっと多めについてる感じしますけど、現場で、このマラブの量を少なくすることは可能です。ですからこのぐらい、ちょっと多いかなっていうぐらいで、つけてあります。またダビング剤ですね。剤をつけます。で、ブラシをちょっと巻いてあげましょう。これだけだとただの白い間抜けなストリーマーに見えてしまいます。この部分ですね、これ茶色い部分が必ずついてます。この部分ですとちょっと硬い感じがするので。こんなようなものがあったりします。この辺の部分ですね。この辺の部分をトッピングとして乗せると、ワカサギのあの茶色いような背中が表現できる。この辺の部分ですね。この辺の部分を少し乗せます。そうですね。本数にして、7、8本ぐらいですかね。そしてまた。こういうようにこのダビングをつけてますけど、これは実はですね、このダビングをここに巻くことによって、マラブがあっち行ったりこっち行ったりしないで綺麗にこういうふうに流れるようになるわけですね。ですからストリーマーで問題になるこう巻き込みが比較的私はこれ少なくなるような感じがするので、ダビング剤をこう随時こうつけては書き出してっていうのがかなり手返しが早く、いい釣りをしたことが何度もあるくらいですね。あとはあのジャングルコックなんですが、なかなかジャングルコック高くて買えないよという方はこのままでもいいと思います。今回ジャングルコックをつけますね。とはかなり小さくなります。大きくしたい場合はこれをもうずっとこういうふうに巻いていってしまっても構いません。ただせっかくね、小さくきれいに巻けてますので、今回はこのまま巻いてしまいます。ストリーマーです。ヘッドはセメントをたっぷり塗りましょう。あとちょっと全体的に見て書き出しが足りないようだったらお腹の方少し書き出すとかですね。実際これは濡れてなんぼのフライです。水の中に入れて、どういうふうな状態で魚から見られているか、どんな透け具合かというのを確認するといいと思います。6番で巻いてありますが、あくまでも現場では8番あるいは10番ぐらいでもう少し、小さく巻いた方が効果があるみたいです。手返しよく釣るマラブーストリーマーです。イーグルマラブーストリーマーでした。